パワーあふれるカウンターとスタミナを武器に、マッスル桑原拓也が久々のリングに登場する。対するはバーリトゥールジャパン99でゴミ高乗りに打撃戦を挑んだブラジリアン、ジョニー・エドゥアウドだ。さあセミファイナルです。ウェルター級の3回戦、桑原拓也8ヶ月ぶりの試合になります。右のローキック、いいローキックですね。もう一発、そしてタックルに行こうというところ、右のハイキック、エドアウド。こっちも思い切りいいですよね。出やすからいい展開ですね。いやー、何か緊張感がほとばしります。セミファイナルミドルを見せました。ロー今取りながらパンチ打ってきましたね。身長差がかなりあります。桑原は158センチ、対するエドアウド176センチ、その差18センチの身長差。これはどちらもやりにくいでしょうね。あ、どちらも右のロー。いやー、しかしその後のラッシュはエドワード。桑原打撃非常に良くなってるんですけども、一つ注意するとすると、はい、もらったところに頭を下げるか、それとまっすぐ下がる癖があるんですよね、はい、そこを注意して戦ってほしいです。それからエドワードの方は何かハイキックがミドルキックのようにも見えますが、そしてこの左足が伸びてきます。共に打撃を得意とするだけに、息をもつかせぬ乱打戦で試合は進む。まさに一進一退、試合の主導権を先に奪うのはどちらのストライカーか。いや、でもこういうパンチの応酬があるの最近では珍しいですね。そうですね。おっと、左の膝から前蹴り、全く油断できないですね、ああいうの飛んでくるっていうことは。もうあの今三島選手とディーン・トーマス選手の試合でもカットしてますからね。うわ、飛びが浮く、今右フック当たりましたね。これはダウンを取ります、ダウンを取ります。右のフック一発、桑原ダウンを奪いました。ちょっと押し込んだ形でしたけど、あの切り入りましたから。いや、この18センチの身長差をかいくぐって右のフックです。さあもう一度右のフックを出す。刺されてからのカウンターの右、気をつけた方がいいですよ。あのジョニー・エドワード選手は狙ってますから。そうですね、はい、スウェーしてから打っていきますから。逆にタックルに行こうというジョニー・エドワード。逆にグラウンドに誘いましたね、はい、ということはスタンドが効いてるってことですよね、さっきのパンチが。そして横四方の割には簡単に、やっぱりね、高島さんおっしゃったように効いてるんでしょうね。パスされましたもんね。そうですよね、やっぱりもうダメージは残ってますよね、うん、さあここからうまく体を回転させましたエドワード。いや、しかしここもラッシュを見せました。もう桑原は本当に良くなりましたね、攻め時、勝負時後分かる選手になってますよね、うん、現在ベルター級の5位。もう一度上からパンチを振り下ろします。そういうのってあの掴めるときに掴んじゃうんですよね、これ不思議なもんで、掴めない人はずっと掴めないんですけど、彼は見事にそれを掴みましたね、はい、これからもっともっと上位に上がってきそうです。いや、あの可能性すごいあると思いますよ、はい、18センチの身長差ものともせずにここまではいい展開。さあ、そして気をつけた方がいいですよ。下ですけど、ネルソンになってますから左の腕を取っていこうという形。それスイープもかけてますよね、うん、グラウンドでのレベル、テクニックもありますね。そうですね、パワーを自分のと体型パワーを生かした寝技を使ってますね、はい、ちょっとストップかかってから攻め続けるのは良くないです、うん、そしてこのスタンディングから試合再開ということになります。明らかに3ラウンドになって流れは桑原に向いてますよ。今も右フック入りました。そして後ろ回し蹴り、もう急所っぽかったですけどね、また右です。さあ桑原が打撃でも生き生きとしています。第3ラウンド、ここで試合終了のゴングです。健闘を光りました桑原、試合は判定へともつれ込みます。よく押され気味だったのを3ラウンドで自分のものの流れをしましたよね、それからこの身長差、打撃、壮絶な打撃戦を生き残ったのは桑原拓也。定評のあった堅実さに、ここ一番で見せる爆発力を兼ね備えた新しいファイトスタイルが見事に会場を沸かせた。またしてもウェルター級に強烈な個性が出現した。中東黄金のミドル級に不動の王座を築きつつある桜井マッハ隼人が登場。待ちに待った